演舞開演。どうも、本日はこちら鍋焼き屋金麗の牛すき焼きうどんを食べたいと思います。最初から締めまで入っているすき焼きところなんですかね。まあ、うどんに限定されちゃってるのがちょっと微妙な部分があるかもしれませんが、あー、金麗久しぶりだな。早速開封。なんだか懐かしいです、この塊の方。というわけで、お鍋、ポン、いや、まあポンって出てないですけどね。では、出来上がるまでしばしお待ちを。出来上がりました。あ、ちょっとちょっと、では、いただきます。野菜もいっぱい。安定の野菜からの始まりです。野菜にもうどんにも甘辛いすき焼きの割り下の味がうまく染み込んでいて、程よい歯ごたえもあってとっても美味しいです。寒い時はこれで温まりたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。